はい、お願いします。はい、はい、ビフォアが、前髪が下ろせるような前髪、今回ちょっと撮影をお願いするにあたって、いつもこう眉ぐらいで切ってる前髪をちょっと切らないで置いてもらって、今目にかかるぐらいになってる状態でした。で、全体は、肩下20センチぐらいの、まあ、ロングスタイルで、ただ伸びてるっていう感じの、遊びがあまりないような感じの、ビフォアだったっていう状態ですね。で、そのビフォアから、今回、鎖骨ぐらいまでは OK が出ていたので、鎖骨で遊ぶ、ちょっと大人めスタイルにヘアチェンジっていう感じで今回作らせていただきました。で、ベースは、鎖骨ちょい下の長さまで、ラウンドで切って、で、表面をRカットで気持ちグラデーションで作ってます。で、全体的にはレイヤーはあまり入れないんですけれども、今回ダミーで長めの前髪を作って、それがノーズラインで作ることによって、内側のもともとある前髪と長い前髪をダブルバングで作るような感じにしています。で、その前髪から顔周りにつながるレイヤーっていうのを作っていって、そこにつながる表面の、鉢植えの部分だけにレイヤーを入れるような形で、で、ボトムは重さ残るんだけれども表面にレイヤーが入るという、そういう形でベースのカットをさせてもらいました。そうすることの理由っていうのが、ほっとけばワンレングスに見えるようなカットなんだけれども、今みたいなスタイリングをするとちょっとレイヤーっぽく見えるような、ちょっとくびれができるようなスタイルになると、そういうアレンジが豊富なデザインにするためにこのベースのカットをしています。で、乾かした後にスライドカットっていうのを入れていくんですけれども、あくまで毛量をたくさん取るというよりは、前髪のダブルバングの部分をなじませたり、そのサイドからバックに流れていく毛流れだったりっていうのを作るためのスライドカットっていうのをしています。はい、スタイリングが一番今回着目したのがトップのボリューム感っていうのを一番気にして作りました。で、ビフォアを見ていただいたら分かると思うんですけど、結構ペタッとした感じになりやすい髪質なので、その部分をふんわりさせて、ちょっとこう女らしさっていうのを強調するような感じで作っています。で、その時に一番重要なのは、まあ、ベースになるようなボリュームが出るようなミストをつけていたりとか、あとはドライヤーの当て方でトップのふんわりがだいぶ変わってくるので、そこを一番気にしてます。で、ベースの今回アイロンワークは内巻きをベースに作ってるんですけど、顔周りに入れたレイヤーがあるので、内巻きベースをちょっと細めのアイロンでフォワードリバースを入れていくことによってニュアンスが出てくるっていう感じで作ってます。そうすることによって、さっきのようなこう風になびいているようなアトランダムな動きっていうのを出すというところですね。で、最後にスタイリング剤としては根元のボリュームをキープするようなスプレーを根元付近だけにつけて、で、毛先はあんまりウェットな質感にならないような感じで作っていくんですけども、ちょっとはやっぱりツヤが欲しいので、オイルをちょっとだけ毛先になじませているという状態ですね。
で、あえて左右のこのカール感を不揃いにすることによって無造作感が出てるかなと今回思いますので、そういうニュアンス出せたらいいかなと思ってます。まあ、実際彼女も19歳で、あのパツンっていうボブが流行って、世の中すごい多いと思うんですけど、ボブとかでも今のミディアムレングスでも多いと思うんですけど、飽きてきてると思うんですね。なのでそこからの脱却というところが一番ポイントで、先ほど言ったレイヤーっぽくも見えるし、ワンレンっぽくも見えるっていうような、あんまり段を入れるのは好きじゃないんだけどっていうような、あの女性たちにすごい向いてるかなと思いますね。スタイリング次第で、スタイルチェンジできるというところが、チャレンジしやすいかなと思います。はい。